愛知村人は辞める。最近ボットになった人がいたでしょ。面白くないことはもうやんねえのよ。だって別にこの人たちとゲームしてるわけじゃないよ。全部じゃねえし、やる気ギリねえし。ここにいんだよ、こいつよ。俺が第一村人になったら終わるぞ。それでいいんだな。俺は徹底してるからな。絶対許さないから第一村人。なんだよこれよ、これ信用の聞こえねえやつ。なんだよこれよ、さっきから信用聞こえねえやつって。なんだよマジで面白くねえやつだから抜けるわこれ。気持ち悪い、さっきから信用聞こえないで。これでもやってみるか、それで外れ機回ってるから。さっきから信用聞こえねえのってなんだよ。さっきから信用聞こえねえやつってよ、マジで腹立ってくんだけど。さっきから暗号音信とかだったら音がするんだけどな。マジでムカつくんだぜこっちはよ。なんだよこの信音しねえやつはよ。塗り消してもできねえだろうよ。おめえは壁入んのかよ。本当に八でよ、ムカつくよな。どうだろう俺がよ、回復もしねえんだよな。しねえなこいつ。これなんだ一体。無償で荒れないやつなんだ。箱がねえじゃん。元気なやつが取ってじゃねえよ、前もってよ。マジムカついてくるもん。あそこしかねえんだぞ。箱がこれ見えないのってあったっけ。なんでこれ分かってんだよ、これよ。おかしいだろ、こいつよ。絶対こいつおかしいだろ。何やってんの、これ。回さないで。てか、レベル下げてくるわ。さすがに大問題の。おかしいだろ、この敵よ。信用がしねえだろがよ。これ絶対こいつおかしいよ、もう。マジで怒り心頭だよな、これよ。箱も開けらんねえんだぞ、これよ。箱も開けらんねえっていう。マジ怒り心頭だよ、これ。
どことどこが回ったの。これは後でパーク見なきゃわかんないけど、かなり不審な感じがあるよ。気はするが。話し当てろ。真ん中が終われば手にあるはず。ここはしないか。誰が回してる。ここなんだっけ。違うわ。ここじゃねえのか。どう回してる。どうから来たらしら。はい、でも待って、ここさえ回せれば勝てるから。エミに悪いけど、チームの勝利が優先だから、一人で抜けるんだよ。たった一人でいいんだよ。トライかもしれない。たった一人でいいから。ゲート上げてないの？なんて気が利かないんだろう。マジで疲れんだろう。自己中とゲームすれば、マジで。この状態で。取れないのもうアイテムは。これバグってんだろ。開けろ、開けろ早く。何やってんだよお前はよ。使えねえな。これはこれはヒエロシャーデッドバランスバース。なんかおかしいよこれ。なんか丸いのがあれだし、なんかバグが起こってない。これおかしいよ。なんか形が丸いやつだよ。なんか違うよこれ。変だよこれ。もう許さないよこれ。もうもう開けなきゃ出れないだろ、狙われてる人が。大丈夫か。開けないで何やってんだろうって。ね、出れねえだろ。開けねえと。開けなければ壁にも入れねえだろ。あ、こんにちは。ほら、なんだ。なんだ。あ、は、なんでああなってんのっていう。あ、猛獣ってやつなんだ。
ホワイトグリフのあの丸いやつなんだね。あれホワイトグリフだ。これ猛獣のあれなんだ。使ってる人稀にいるけど、使ってる、あの、ホワイトグリフのあれなんだよ。白いのは。これが持ってるやつなのね。丸いやつだから。だから、ホワイトグリフはね、追われたりすると壊れるけど、落とし方が知らない。これなんだ。この活動を失うとあれなんだ。ありがとうございます。教えてもらった。ああ、そういうことなんだ。ホワイトグリフ大変やな。猛獣。いや、おかしいと思って。ええー、と思って。だからけど、もう、いや、猛獣だったら別に。日本人の名前だったからね。